小泉フリック、武藤が来て足元ゆかセキネから武藤へ、ちょっとパススピードが足りなくてリズムが下がりました。小泉フリック、武藤が来て足元ユンカー先制列、最後は中央突破。デビュー戦 J リーグデビューでしっかりと結果を残しますキャスパーユンカー。いやこのまま崩しましたね、まあ、サイドで一度高い位ボール受けて、これ武藤ですかね、うまく入り込んで小泉とワンツーですね。で相手のセンターバック2人引っ張り出して、ユンカーが1人フリーな状態になりましたね。あとはワンタッチコントロールから左足、はい、まあ、両センターバックが出ると、まあ、そこのスペースに仙台側からするとサイドバックが中に入り込んでカバーするか、あるいはもうライン上げてオフサイドポジションを置くかっていう方法しかないんですよね。